もう始まってる。おはようございます。おはようございます。アメン。おはようございます。はい、今日はですね、3月7日、3月7日、土曜日朝の伝道放送です。しかし、皆さん今日はですね、雨がだいぶ降っていまして、今日はちょっと外配信できません。それではですね、室内配信ですが、始めたいと思います。まずいつものようにカレンダーを見ましょうね。3月7日月曜日、可愛い息子を懲らしめる父のように、主は愛する者を懲らしめられる。可愛い息子を懲らしめる父のように、主は愛する者を懲らしめられる。The Lord corrects everyone he loves, just as parents correct their favorite child. 神様はですね、その神の子供に試練を与える。訓練でね、訓練で神様がクリスチャンを試練を与えるということですね。今日は雨なんですね。今日はだいぶ雨が降ってます。そういうわけで今日はですね、LTL スタジオでやります。今日は久々に、LTL スタジオですね。はい。スタジオ。それではですね、そうですね。まずですね、集会に、ちょっとコーヒー飲みながら行きますね。まず、土曜日の集会、そして、日曜日の礼拝の感想タイム行きましょう。ね。皆さんの感想を聞きたいです。ね。土曜日の、ジーザス・レインズ・ジャパンの集会、それから昨日の、礼拝ライブ、スタート。感想タイム、スタート。土曜日少し見てました。下津さんの成長ぶりに驚いた。神様は本当にいると思った。日曜日すべて見ました。岡田牧師の歌が素敵でした。リチェルさん楽しかったです。心が洗われた気分でした。シモさんのあたたたたはですね、威厳ですね。威厳の祈りっていうのがあるんですが、その何でしょうかね、言葉ではない祈りがあるんですね。わっしょい賛美最高でした。信仰の素晴らしさに気づいた。一日中 TS を見て笑っていました。ハレリアのアドリブが最高でした。歌や踊りが竜宮城みたいでした。竜宮城、はあ、感動しました。キーちゃんの角目が良かった。そうですね、あれはね、想定してなかったんですけども、角笛を吹く機会がありました。心に染みました。油すぎを感じました。
朝の全力放送はここですか？はい、ここです。朝散歩の時にリアトツしていいですか？いいですよ。いいですよ。見てたら涙が出ました。日曜日の放送で思わずアーメンと叫んでしまいました。いいんです、それで。思わず叫んでいいんです。ね。皆さんがアーメンという時に、そこに油注ぎが来ます。ソーラン節が出してくるとは思いませんでした。ソーランっていうのが、何でしたっけ？歌って踊れるだったかな？一人でも歌って踊るとか、そんなような意味でしたね。油注ぎが来てます、来てますという感じでした。チャリは実は日本語話せるんですか？日本語話せます。話せますが、そのメッセージとなると日本語はちょっと難しいそうです。信仰的なそのメッセージというのは、まあ、英語であったとしても、ごめんなさい。まあ、ある意味で専門的なんですね。西条さん、おはようございます。雨はどこに向かってした方がいいですか？基本的にはイエス様に向かってアーメンですね。イエス様に向かってアーメン。また、兄弟姉妹に向かってもいいと思います。アーメン。賛美歌のところで思わず歌ってしまいました。皆さん、一緒に歌っていいんですよ。ちょっと歌詞貼ってなくて申し訳ないんですけど、一緒に歌ってください。ね、聞くだけじゃないんです。賛美歌っていうのは一緒に歌うことなんですね。一緒に歌う。歌詞はですね、ごめんなさい。歌詞がね、皆さんちょっとネットで探してみてください。ネットでね。油注ぎ半端ねえと思った。リバイバルは来る。きっと来ると思いました。おみこしがあれば日本の祭りと変わりませんね。賛美歌怒鳴るように歌っていい？賛美歌は、まあ、怒鳴らないですね。大きな声で歌ってもいいですが、怒鳴るというのはあまりいいことじゃないですね。8月15日のジーザス・レインズの時はおみこしが出るそうですね。それは神の契約の箱という意味のおみこしですね。日本の神社のおみこしということではありません。油注ぎは何の油でいいのですか？聖霊の油注ぎですね。聖霊の油注ぎ。ニートでもいいんだなと思いました。記者の放送はいつも癒されます。嬉しくて嬉しくて言葉にできなかったです。日本のおみこしは神のものを運ぶ意味がありますよ。そうなんです。それは旧約聖書の、契約の箱を運ぶという、ね、わっしょいわっしょいというのは運ぶということですが、契約の箱を運ぶということなんですね。キリスト教への疑いが消えました。なぜいきなり終わったんですか？はい、ですね、いつも周回配信の後はですね、ちょっと感想を言ったりなんかしましたけれども、まあ、今まではね、まあ、伝道放送という形で、周回配信をしていた時もあるんですが、まあ、これからはですね、その周回配信を、伝道放送の
一旦というよりも、その、何でしょうかね。その集会の記録という形でする必要があるんじゃないかと思ったんです。つまり、普通の人たちも、その、集会を見るために、まあ、録画を見たいと。その録画を見てもらいたいために、ちょっと、その感想をカットしました。すいません。いきなり来たというのは、ちょっとコメントでね、さよならとか、シャロームとか、打ちました。ね。はい。神様を信じてみようと思いました。コミュニティに参加しました。頑張って。ね、牧師おじいさん、今度の日曜行ってもいいですか？来てください。来てください。一緒に、イエス様を、ね、お祝いしましょう。礼拝はイエス様をお祝いする。一緒に、まあ、一種のお祭りですね。礼拝は一種のお祭りです。神を祭る。イエス様を祭るということです。キリスト教と仏教を同時に信仰していいですか？ダメです。ダメです。一生は無理ですね。皆さん、二人の人と結婚できますか？二人の人と結婚できないですよね。まあ、一夫多妻ならできるかもしれませんが、普通だったらできません。それと同じように、神様を信じる。ね、二人の神を信じることはできません。イエス様もおっしゃいました。二人の、主人に仕えることはできないと言われました。ちょっと読みますね。マタイ6章の24節。誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。この聖書は、神様と富、富というのはお金と言ってもいいかな。神様とお金に両方に仕えることはできない。どっちかしかできないということです。多くの人はお金に仕えています。イエス・キリストを信じる者は神に仕えることになります。同時に、仏教とキリスト教を同時にですね、信じることはできません。どっちかですね。どっちかです。献金はですね、ジーズス・レインズの集会は、献金を、石上献金って言うんですけど、まあ、その、場所では集めないんですね。後で、送金ですね。送金という形の、献金です。聖書はどこから読み始めればよいですか？聖書はですね、私はお勧めしているのは、マタイの5、6、7、10章ですね。まず最初に読むときには、マタイの5章、6、7、10章。その次に、まあ、ヨハネ全部。まあ、それをお勧めしています。はい。なんで外配信行かないの？今日は雨なんですね。
雨はですね、やはりパソコンが濡れてしまいます。傘とパソコンね、こうやって、傘とパソコンをこう両方持つっていうことはちょっと難しいです。聖書に袋閉じありますか？袋閉じっていうのはこういうチャックのことでしょうか？雨がっぱ、雨がっぱですか？パソコンが濡れてしまいますね。パソコンが濡れるとちょっとですね、まずいです。はい。それではですね、これはね、新約と旧約と一緒です。新約聖書だったらもっと半分以下なんですけど、新約と旧約と一緒です。学校であなたの放送を広めています。ありがとうございます。カリスマの新しい聖書はいつ刊行ですか？わかりません。もう遅れて遅れて遅れていますが、今年なのか来年なのかちょっとわかりません。早く新しい聖書できてほしいと思います。キリシタンの友達が学校でいじめられています。ああ、そうですね。ジーザスレイン、ああ、ジーザスレイン降ってる。ジーザスレイン、ジーザスレインズジャパンっていうのはね、レインズっていうのは雨という意味じゃないんですね。でも、その、ジーザスレイン、イエス様の雨と捉えてもいいかもしれませんね。聖霊の雨という言葉がありますから、ジーザスレイン。イエス様の聖霊の雨という意味で、ジーザスレインズジャパン、ね、日本に雨を降らせてくださるという意味で、ジーザスレインズジャパンって英語が成り立つでしょうか？わかりません。イエス様が日本を治める、統治する、治めるという意味で、ジーザスレインズジャパンという、まあ、集会があるんですけど、この世界は、イエス様が作った世界なんですが、悪魔が騙し取りました。この神のものをですね、悪魔が騙し取りました。この世界を、イエス様が取り返しに来た。取り返しに来た。それがこの現実の世界なんです。そしてクリスチャンは、イエス様のものになった。サタンのものからイエス様のものになった。それがですね、皆さん、救いなんです。信仰なんです。離婚して絶望していた。信仰で本当に救われた。アメン。そして、皆さん、日本は、そういうわけで悪魔が支配してました。江戸時代に隠れキリシタンを迫害し、弾圧したのも、悪魔が日本を、イエス様に、取り返されてはいけないと思って、悪魔は日本をこうね、取り返されたくないと思って、キリシタンを弾圧しました。ですから日本は、ずっとサタンが、もう、特別にサタンは日本を、支配しようと頑張ってきた国なんです。その理由は、この終わりの時代に日本にリバイバルが起こるということを、サタンが知っていて、サタンは日本が活躍することを知っていて、特別に日本を牛耳っているんです。
しかし、イエス様はその尿を用いるために、尿を用いるためにサタンを追い出し尿を救うと信じます。ジーザスレンズジャパンっていうのはまさにイエス様が尿を取り返す、イエス様が尿を取り返すというそういう、集会なんです。ぜひ皆さん、そういうわけで一緒に尿をイエス様から取り返す働きをしませんか？イエス様の仕事をしませんか？私たち日本人は、日本人は素晴らしい特権を持っているんです。日本人はこの終わりの時代の神様の、世界的な働きの中の先駆けに用いたいと、考えられているんです。ぜひ皆さん、皆さんは今イエス様を信じ始めた方がたくさんおられると思いますが、一緒に、尿を勝ち取りましょう。悪魔から勝ち取りましょう。イエス様の力で、十字架の力で尿を勝ち取りたいと思いませんか？大きなビジョンです、ね。日本に来た、北海道の札幌の農学校で教えた宣教師の、なんていうことだったかな、少年よ大志を抱けという言葉を言いましたね。少年よ大志を抱け、あれは正確に言うと、少年よキリストにあって大志を抱け、大志を、大志だよね、少年よキリストにあって大志を抱け、そういうふうに言いました。皆さん、私たちは尿を勝ち取るというビジョン、尿を勝ち取るというビジョン、それを皆さん志を持ちましょう。はい、一緒に尿を勝ち取るんです。尿を勝ち取るんです。それが今この時代を読むということです。皆さん、イエス様がおっしゃいました。あなた方は天気を読むけれども、時代を読んでないというふうにおっしゃいました。ぜひ皆さん、皆さんは、時代を読みましょう。この、今の時代を読むんです。偶像崇拝をやめた。本当の信仰がしたい。多くの人は、偶像崇拝しています。多くの人は偶像を持っています。多くの人は偶像を持っています。しかし、私たちは、偶像を捨て、本当の神様、本当の神様を知りました。イエス・キリストを知るということは、もうそれは、本当の神様を知ることです。イエス・キリストを知るということは、真理を知るということです。イエス・キリストを知るということは、命を知るということです。私たちはイエス・キリストのものになる必要があります。イエス・キリストに聞き従う。イエス・キリストに聞き従う。今までは騙されて、欲に従い、サタンに従い、偶像に従ってきました。多くの人は騙されて偶像に従っていました。しかし、私たちは偶像を捨て、イエス・キリストだけに従います。イエス・キリストだけに従うんです。以前はイライラしていた。今は信仰で踊りたい気分だよ。以前はイライラしていた。今は信仰で踊りたい気分。そうです。皆さん、キリストから来る恵みのゆえに、キリストから来る希望のゆえに、
喜ぶことができます。イエス・キリストを喜ぶ、ね、イエス・キリストを喜ぶ。私たちは喜べない人生から喜べる人生になったのです。ヨハネ15にはこう書いてあります。ヨハネ15の11。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私の喜び、イエス様の喜び、イエス様の喜びが私たちのうちにある。イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストの喜びを持っているのです。そしてそれが満たされる。満たされるってどういう意味ですか？喜びが溢れるということですね。イエス・キリストにあって、皆さんが喜び溢れる。喜び溢れることができるんです。皆さん、いつも喜びなさいっていう命令、知っていますか？いつも喜びなさい。第一テサロニケの5章ですね。第一テサロニケ5章に、いつも喜びなさいとあります。クリスチャンの基本はいつも喜ぶことです。いつも喜ぶ。彼氏がクリスチャンになると言ってくれました。アメン。アメン。いつも喜ぶ。絶えず祈る。すべてのことを感謝する。クリスチャンの基本です。クリスチャンの基本。もう一回言います。ね、いつも喜ぶ。絶えず祈る。すべてのことを感謝する。ね、もう一回言いますよ。いつも喜ぶ。絶えず祈る。すべてのことに感謝する。ね、アメン。この三つを身につけましょう。この三つを身につけるのです。はい、レイチェルさん。はい。はい。サタンは私たちから信仰を取ろうとします。喜びを取ろうとします。平安を取ろうとします。しかし私たちは、その喜ぶことによって勝利します。喜ぶことによって勝利して、そしてですね、その信仰を強めます。訓練します。今日の御言葉にありましたね。神様は愛する息子を懲らしめるとありました。愛する息子を懲らしめる。それは愛するがゆえに訓練をしたい。愛するがゆえに訓練をしたい。そういうことの中で、神様は私たちに試練を与えます。その試練をですね、神様からの愛だと思ってください。皆さんに今、試練を持っている方がいるかもしれません。キューちゃん、今、辛いよ。こういう問題があるよ。こういう苦しみがあるよ。皆さんに今、試練があるかもしれません。しかし、大丈夫です。試練の時に喜びなさいと書かれています。その試練は、皆さんを強めるための試練。皆さんを苦しむ、皆さんをですね、その苦しみに打ち勝つための訓練としての試練です。ですから、御言葉で戦ってください。御言葉で戦うのです。皆さんはもういろんな御言葉を知っていると思います。その御言葉を使うのです。御言葉は、剣だと、ね。剣ってのは刀ですね。御言葉の剣で悪魔をこう、やっつけるんですね。暴力はいけませんよ。暴力はいけませんけど、こう信仰の戦いですね。信仰の戦いで、ネガティブを断ち切るんです。
多くの場合はネガティブによってああってこうやられてしまうわけですね。悪魔からの攻撃でやられてしまいます。そのいろんな間違ったネガティブでやられてしまいます。油注ぎを受けた、涙が本当に2時間止まらなかった、アメン、アメン。御言葉で戦うのです。兄弟姉妹が集まって励まし合って御言葉で戦うのです。まあ、この放送はそういうところになっていると思います。この放送で皆さんが集まって皆さんの信仰を込めて励まし合ってサタンに打ち勝っています。私も本当に信仰で救われますか、気になります。救われます。イエス・キリスト以外に救いはありません。読みましょうね。使徒行伝の4章の12。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。この方以外には誰によっても救いはありません。イエス様以外に救いがない。イエス様以外に救いはありません。この方以外には救われるべき名はありません。たった一つです。たった一つ、このイエス・キリスト、この方の名前以外に救いはありません。この方以外に救いはありません。ですから、この方を信じてください。この方の名前を受け入れてください。イエス・キリストの言葉を信じてください。天地が滅んでも、私の言葉は滅びない。天地が滅びても、私の言葉を滅びない。皆さんを愛していて、皆さんを救うために、十字架にかかった方。皆さんを救うために、十字架にかかったお方です。この方の愛が本当の愛です。人間には本当の愛はありません。この方こそ、本当の愛で、愛の方です。この方こそ、愛のお方です。油注ぎを受ければ生きる重荷は取れますか？はい。油注ぎを受けると解放されます。油注ぎを受けると癒されます。御言葉に溺れる毎日です。御言葉に溺れる毎日です。いいですね。御言葉に溺れる。素晴らしい。油注ぎを受けると生きる重荷は取れます。西条さん。生きる重荷。そうですね。多くの人は生きる重荷で苦しんでいますね。生きる重荷とは何でしょうか。生きる重荷というのは罪であり、またサタンの、嘘でしょうね。罪が重くて、またサタンの嘘が重いのです。イエス様によって油注ぎを受けます。その時、重荷がなくなります。神の愛を知った時、僕は全身が震えた。それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム。いくら献金すれば救われますか？お金で救われるのではありません。お金で救われません。救われたから感謝するのですね。救われたから感謝する献金です。
お金では救われません。それでは証タイムです。イエス様を信じて、イエス様を信じて、そうですね、試練の時喜ぶことができるようになった証、イエス様を信じて、イエス様だけが救いだということが分かった証、この方だけが救い主だということが分かった証、スタート、スタート。重荷から解放され、ウキウキしています。イエス様を信じてギャンブルやめれました。神の奇跡を信じたい。いつもお金のことを考えていたけど、イエス様に間違いだと教わりました。児童ポルノへの興味が薄れました。笑顔の一日で過ごしたい、レイチェルさん。踊りたくなる、本当に信仰で踊りたくなる。この放送を見ていたら威厳が止まらなくなった。イエス様に失ったものをみんなみんな埋めてもらいました。医者に治せなかった病気が信仰で治りました。アメン。今までのすべてのことに感謝します。これいいですね。今までのすべてのことに感謝します。イエス様を信じて、真実はいつも一つだと分かりました。以前は悪コメをしていた。今信仰で証しコメをしている。我々日本国民は天皇崇拝をやめました。バルコメをしていた僕がまさかクリスチャンになるとは。悪夢で救いの声が聞こえたら、今この放送していました。天皇がイエス様を信じればいいと分かりました。天皇制をやめる時が来たと思う。イエス様を信じて料理が上手になった。キューちゃんの放送を見ていると平和な気持ちになりました。
新しいツノブを選んでいます。レイチェルさん。ありがとうございます。偶像崇拝やめたら重荷が解放されました。おはようございます。以前は意地悪だった。今は平等に優しく接している。大学のテキストより聖書の方が重要だと教授に言ってやりました。以前は車にお金をかけていた。今は信仰で見栄を張らなくなった。そうですね、クリスチャンになると見栄を捨てることができます。見栄を張らなくなります。イエス様が私たちの誇りだからです。イエス様を誇るならば、他の見栄はいらないのです。信仰を始めたら傲慢さが消えました。信仰で物の価値観が変わった。とても大事です。ね、とても大事です。キューちゃんの油葬儀で目が覚める幸せ。アメン。美智子妃の母親が娘を嫁がせなかったらよかったと語ったそうです。そうですか。この放送を見始めてから犬に吠えられることもなくなり不思議だ。そうですね。そのクリスチャンが動物に好かれるという感じは思います。そんなに詳しく調べたわけじゃありませんが、犬はなんとなく優しい人と優しくない人がわかるのかもしれませんね。トマスの福音書ですか。いろいろですね、間違った書物が言われてます。皆さん気をつけてください。一応、聖書だけをですね、信じてください。聖書じゃないものね、義典とか外典とか言いますが、そういうものは、気をつけてください。ニコ生であなたを知った。あなたからイエス様を知った。アメン。アメン。聖書はいくらで買えますか？安ければ数百円で買えますけども、そうですね。新約聖書だけでしたら、喧嘩版で、400、500円ぐらいで買えるのかな。あ、ブックオフ。ブックオフでは108円で買えるそうです。口語訳でもいいですよ。口語訳でもいいです。私は新改訳を読んでますが、カリスマの聖書は何で遅れてるか。
中心的な、働きをしている方が、亡くなってですね、3.11のことでもちょっと遅れて、また、中心的な方が亡くなったということで遅れています。新改訳は福音派の聖書ですね。福音派の聖書です。しかし、今、聖霊派の聖書を今翻訳中ですね。エホバの証人は断った方がいいですか？はい、断った方がいいです。断った方がいいです。はい。何回も言います。モルモン教、統一教会、エホバの証人、もう物見の塔ですね。この三つは、キリスト教三大異端。キリスト教三大異端です。三位一体を信じません。三位一体を信じません。そう、もそうですね。はい、それでは、ありがとうございました。ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。新改訳分かりにくい。そうですね。完全なね、翻訳っていうのはないので、本当に、聖書は、その訳がとても大事なんですが、いくつかの聖書を、この並行して学ぶといいかもしれませんね。私は英語の聖書を一緒に読みます。大事なところは英語で読みますね。英語の方がですね、論理的な言語なので詳しく理解できますね。はい。はい。それではですね、私も信仰するよ。あなたとイエス様を信じてみるよ。アメン。アメン。最近ですね、何かこう、油注ぎが強くなってる感じがします。今年に入って、以前よりもですね、油注ぎが NKJV、そうですね。私が使っているのは NKJV という英語の本です。ニューキングジェームスバージョンですね。ニューキングジェームスバージョン、NKJV。油注ぎが強くなってる感じがします。リバイバルが近いので、今日雨降ってますけど、聖霊の雨が、だん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 強くなってきてる感じがします。皆さんいかがでしょうか？油注ぎがだんだん強くなってる気がしませんか？油注ぎが強くなってきていませんか？エリアがですね、雨が降るように乗りました。その時ですね、雲が全くないところにこう雲ができて、だん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 雲が大きくなって、そして雨が降るようになりました。日本もですね、だん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 雨雲が増えて、だんだんですね、雨雲が増えてる。雨が降りそうだとは思います。ね。雨が増えてきてると思います。はい。それではですね、日本が、ね、本当に、もっともっと祈りが必要です。もっともっと雨が降るように、雨乞いって言いますけど、雨乞いをする必要があります。雨が降ってほしい。聖霊の雨が降ってほしい。日本が変わってほしい。たくさんの方が、変えられてほしい。救われてほしい。皆さんが、
皆さんのコメントを見てると信じる方が増えてる感じがします。信じる方が増えてると思います。はい、信じる方が増えてるのではないでしょうか。これからもっともっと信じる方が増えると思います。はい、期待しましょう。希望を持ちましょう。周回ごとにクリスチャンが増えてる感じがします。あ、そうですか。周回ごとにクリスチャンが増えてる感じがします。神の愛を知った、涙がこぼれた。イエス様を信じる方が増えるのは良いですね。雨の春はね、雨が多いです。それはやはりこう雨が降ることによって芽が出る、ね、この、木とか草のこう芽が出ます。雨がですね、こう雨が降る機会が多い、それは、この芽が出るためです。今日本に雨が降ってですね、聖霊の雨が降って信仰を持つ人が今増えてきていると信じます。そのニコ生でこのように放送していて、リスナーの人たちの心から信仰の芽が出ていると信じます。皆さんの耳からニコ生の種が入って、ニコ生の種が入って、その種が芽を出して、その聞いた御言葉によって、皆さんがイエス様の言葉を聞いて、それが芽が出て、信仰の芽が出て、そしてまた成長しています。皆さんの心に信仰の芽が発芽しています。伸びています。芽が出ました。信じてみようかなとか、信じたいとか、そのようなコメントがたくさんあるということは、それが信仰の芽です。信仰の芽です。成長します。皆さんの信仰は成長します。実を結びます。花が咲きます。皆さんの今まで、ね、死んでいた心が、イエス様の御言葉によって、ね、命を持つんですね。命を持つんです。イエス様の御言葉がその命です。種というのはね、こうちっちゃくても命があるんですね。命がある。その御言葉を聞くと、ね、こう書いてあります。いいですか。御言葉を聞くと命を得ます。ヨハネの五章5章の25、誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。神の子はイエス様です。イエス様の声を聞く時が来ます。聞く者は生きるのです。イエス様の御言葉を聞く者は生きるのです。死人が生きるのです。死人が生き返ります。霊的に死んでいた多くの人が、イエス様の言葉を聞いて生き返るんです。蘇るんです。信仰によって蘇るのです。死んでいた心が蘇るんです。死んでいた心が生き返るんです。イエス・キリストの言葉を聞くと、ね、蘇るのです。生き返るのです。皆さんは今、イエス様の言葉を聞いているのです。今がその時です。本当の命。肉の命ではありません。肉体の命ではありません。本当の命。誠の命。永遠の命。
イエス様こそ命。イエス様こそ命。イエス・キリストを信じるならば、皆さんの心の中に命が入ります。死んでいた心が生き返ります。死んでいた心が生き返ります。初めて本当に喜べるようになります。初めて本当に平安が来ます。初めて本当に希望を持てるのです。今日の放送を聞いて、そのようになりたい。イエス様の言葉を聞いた。永遠の命が欲しい。本当の命が欲しい。死んでいた命、心が生き返って欲しい。死んでいた心が命にみなぎりたい。喜びでみなぎりたいと思う方。アメンと言ってください。アメン。命でみなぎりたい。喜びでみなぎりたい。永遠の命が欲しい。永遠の命が欲しい。イエス様を受け入れて、生き返りたい。人生生き返りたい。死んだ人生はもう嫌だ。死んだ人生はもう嫌だ。生きる人生。生き生きとする人生が欲しい。アメンと言ってください。アメン。アメン。生き返りたいです。生き返りたいです。生き返りてえな。アメン。アメン。アメン。天の父様、感謝します。今日の放送も感謝します。今、雨が降っていますが、日本に聖霊の雨が降っていると信じます。今、リスナーの上に、御言葉の雨が降っていると信じます。油注ぎの、油注ぎが降っていると信じます。今、多くの方が、御言葉によって、目が出て、信仰の目が出ていると信じます。アーメンといった方々が、救われますよ。イエス・キリストにあって救われて、生きた人生、生きた心、生きた日々を送ることができますように。あなたこそ命。イエス様、あなただけが命。あなただけが人の本当の命。どうぞ命を与えてください。今、あなたを信じた人に命を与えてください。永遠の命を与えてください。永遠の命を与えてください。彼らが、彼らの心が生き返りますよ。生き返りますよ。喜びを得ますように。ああ、生きてていいんだ。生きることは素晴らしいんだ。将来があるんだ。永遠の将来があるんだ。永遠の未来があるんだ。命を得ますように。あなたを得ますように。イエス様、祝福してください。救ってください。リスナー全員が新しい油注ぎを受けますように。新しい油注ぎを受けて、新しい喜びを得ますように。今日を祝福してください。今日一日もあなたが共にいて、喜びで満たしてください。あなたの喜びで満たしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。今日は雨で外配信できませんでした。イエス様の喜び。イエス様の喜び。ぜひ皆さん、イエス・キリストを信じる者は喜ぶことができます。一日を喜びと感謝で過ごしましょう。信仰で過ごしましょう。喜び続けてください。喜び続けてください。また夜8時にお会いしましょう。それでは皆さん、良い一日を。シャローン。シャローン。シャローン。